Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、Tomo です。いつもご視聴いただきありがとうございます。えー、今回は皆さんに英語のスピーキングテスト Versant で72点のスコアの取得者が伝授する Versant、えー、で高スコアを取るための3つのテクニック、えー、英語のスピーキングテスト Versant で、えー、高スコアを取るための3つのテクニックについてご紹介したいと思います。 あなたがもしこの英語のテスト Versant の受験を目指されているスコアアップを目指したいそしてその高スコアを取って就職や転職に有利にしたいそういう方はどうぞこの動画を参考にしてみてくださいはい、えー、別の動画でもお伝えしたんですが僕はこの英語の Versant というテストを初めて脳対策で受けて72点という結果でしたはい で、まあ、その初めて受けた後にいろいろ分析してですね、えーまあ、特にこの3つのテクニックをすれば、えー、確実にスコアが伸びるんじゃないかというふうに、えー、思いましたので今後の受験者のためにこの動画を撮影していますはいでまずですねこの3つのテクニックの前に一つ前提条件があるんですよでこの前提条件を必ずあなたに覚えていただきたいんですねそれは何かというと、えー この英語のテスト Versant の試験概要試験の内容概要を熟知するってことなんですよね。でなんでこれが重要かっていうと、えー、やはりその相手を知ることでその対策が明確にできるっていう側面があるんですよね。 なののでその概要を知ることで自分がどういうことをしたら点数が取れるのかどういうスキルを伸ばさなければいけないのか逆にどういうスキルを伸ばしたら目標とする点数が取れるのかっていうのが見えてくるんですよなのでここの概要をままず知るっていうことが大事になってきます、まあ、簡単にご紹介しますとこの「英語の versant」っていうスピーキングテストは、えー、約17分という短い時間の中で63問というかなり多くの問題を解くんですねで、えー、その問題は6つのタイプに分かれてます まず1つ目が音読です。2つ目が副章ですで。3つ目が、えー、質問です。この質疑応答ですね。簡単な言葉で、えー、答える。4つ目が、えー、文の構文ですね、えー。文章を並べ替えて、えー、ちゃんとした文章を作るという問題です。で5つ目がストーリーテイリングですね。これは、えー、物語を聞いてそれを30秒で要約をして伝える。これは結構難しいんですけれども。はい で最後6つ目が、えー、自由回答で質問があってその質問に自由な形式で回答をする、はいまあ、基本的にこの6つのタイプの質問がその17分の中で計63問出てくるんですこれをまずあなたはどうぞ熟知してくださいそれを覚えることによって、えー、どんな問題が出せるのかということに、えー、を知ることで余計なストレスがなくなり試験に集中できたりするんですよね、はい、なのでまず熟知をする、はい、これが大前提になります はい。それでは、えー、まずその3つのテクニックのうちの最初、1つ目。これはですね、えー、自分が一番カンフラボルリラックスできる、うん、環境で受験をするということです。はい。これはどういうことかというとですね、あのー、やはり自分が リラックスをしたあの環境で、えー、音も静かで、えー、雑音もないそういう環境で、えー、試験を受けれることというのがやはりその集中力アップにつながりますしそれによって点数も最大限のスコアが出せるということにつながるんですよね、はい、であのこのテストの実施をしている団体もですね全くその同じことを実は言っているんですねあの Please select a quiet place 静かな場所をどうぞ選んで試験をしてください といいう,うに言ってるんですよね、はいまあ、それをあの、まあ、聞いて僕もですねあの実はこう家で受験をしました、まあ、家はあの事務所でもあるんですけどあのすごく静かな基本的に環境なのであの家で受験をしましたで、えーまあ、服装も今この撮影用にあのジャケットを着てるんですがこのジャケットではなくてあのもっとリラックスできるジャンパーみたいなものをこう着て試験に臨みました で、まあ、環境はですねその服装のほかにもいろいろあって、まあ、場所とかもそうなんですけど例えばその受験をする、まあ、媒体ですよねあのスマホでも受験をできるし、えー、パソコンでもできるっていうあのいろんな選択肢があっていい試験だなっていうのは思うんですけど僕の場合は、えー、とパソコンで受験したかったんですけど、えー そのインターネットの接続が、Fi、がが Wi-Fi たまにこう切れちゃう時があるんですよねで結構高いお金を払って試験を受けるのでいやいやちょっとこれはあの途中で w i f i 切れちゃうと困るな <laughs> と思って、あのー、本当はパソコンで受験したかったんですけど、あのー、今この今撮影をしているこの iPhone なんですね iPhone7 で撮影をしているんですけどそれでえスマホを使って受験しましたで iPhone7 にはこのイヤホンがつけられるので。 このイヤホンですねでジャックを入れてこ,のこちらのマイクですねでこれこ吹き込んでスピーキングをしましたはい、まあ、これが僕がカンフォロボーな環境で実際に受験をしたという参考ですねはい、まあ、なのでまず一つ目の大事なポイントとしてはあなたが一番そのカンフォロボーに感じる環境場所で受験をするということですはい はい、それでは2つ目はい。2つ目はですね。瞬発力を鍛えるはい、瞬発力を鍛えるということです。はい、これなぜこれが重要かというとですね。あのー、先ほど言った通り、17分という短い時間で6。3問というかなりの数の質問がババババって出てくるんですね。で、それをまあ、全て英語の言葉なので、その英語で英語理解をしてで、さらにそれを英語で答えるというそのプロセスが頭の中で必要になってくるんですよね。 それをこう瞬時にもう同時に同時,同時並行でこうやるんですがそのために何が必要かっていうとやはりその英語力もそうなんですけど情報処理能力ですね英語を英語で理解して英語で発信するスピーキングする情報処理能力これが求められるんですよそのためにもこの瞬発力っていうのがすごく重要になってきます この瞬発力があることでその英語の発信力だったり情報処理能力だ,りだったりっいうのが上がってくるので回答が良い回答がこうしっかり発音しやすくなるんですね。はい、でじゃあその瞬発力っていうのをどうやったら鍛えられるのって思うかもしれないんですがこれはですね、えー、あのなんか競争を思い出していただければいいと思います。例えばあの陸上競技かかなんかでこう ピストルを持ってですね用意ドンってやるじゃないですかでその用意の時にこうみんなセットしてドンって一斉にこう立ち上がって走り出しますよね、まあ、それと同じだと思うんですよねあの一度そのこの6つのタイプがあるって先ほど言いましたけれどもこの説問が話され出しちゃうと途中から聞いたらわけ,わけわかんないんですよね何が聞かれてるのかなってあれ時間に,について聞かれてるのか場所について聞かれてるのかあるいは登場人物について聞かれてるのかちょっとそれが あのその最初を聞かないとそのよいドンのドンですよねそこを聞かないとあの答えられないんですよねなのでその瞬発力を鍛えるっていうのはその英語の質問をまず理解をするということにもつながるんですよねでじゃあどうするかというとですねこの 5W1H 聞いたことありますかねあの中学校高校でやったと思うんですが 5W1H5、はい、つの W と1つの H 要は、Who, When, Where, What, Why, で、How ですね。えー、誰がいつ、どこで、何を、何で、どのようにしたか。はいこれがすごく重要なんですよね。それを、例えば、登場人物、誰がいたか。それはいつの話だったのか。今日なのか。昨日なのか。それと未来の話なのか。どこだったのか。家なのか。外なのか。何をしたのか。それ何でしたのか。どのようにしたのか。それを理解することで、えー 質問内容ですね。例えば、Who, who was、uh, playing soccer? って言ったら、誰がサッカーをプレイしていたんですか ?Who was playing soccer? 誰が、えー、サッカーをしていたんですか、はい、この Who が聞こえなくて、例えばそれを When とか Where とかだと、的、ま、外れな回答になってしまうんですよね。なので、まずその聞かれている質問を理解する。うん、そのためにも、 あの内容をまず理解をするために、えー、その 5W1H に注意しながら聞くんです例えば物語を聞くとき聞いてそれを副署まとめて、えー、要約して話すときには、えー、その物語で例えば登場人物「Who」誰がいて、えー「Where」どこでそれが起きていて「When」それがいつの話なのか。 うん、そういった 5W1H に気をつけながら気象点結の物語をそれぞれキーでそ,のそれをキーポイントにして覚えてで、えー、それをお聞かれすぐ聞かれた時にこう答えられるようにするんですよね。なので瞬発力を鍛えるということは、えー、つまり 5W1H に注意して聞きながらえ覚える内容を覚えるということがこの瞬発力を鍛えるということにつながるんですね。はい まずあの、繰り返します。一つ目が、えー、自分が、えー、リラックスできる環境で受験をする。二つ目が、この瞬発力を鍛える。そのために、この 5W1H に注意して聞くということですね。最後、三つ目、えー。これが、えー、記憶力を高める。特に、短期記憶力。えー、英語で、r e t e n t i o n と思います。r e t e n t i o n の力を高める、えー。これが重要になってきます。なぜかというとですね、 先ほどの例で言うと、えー、例えば、まあ、その説問で、えー、D4 その4番目の文の構文ですねいろんな文章がいろんなフレーズが3つ出てきてその並び替えて文を作るっていう問題があるんですよでその中にはですね例えばあの5つの単語で終わるような短い文章もあれば10個以上の単語がババーってもうトータルで並ぶようなすごい長い文章もあるんですよねそれをあの覚えなきゃいけないんですよねまずうん 覚えて、えー、それをこう並び替えて言葉にするはいそれがすごく大変な作業なんですよねそのためにもこのリテンションあの聞いた内容を保持する保っておくその記憶力とも言いますねその力を高めることが大事なんですそうすることによって先ほどの文の構文の並び替えの問題だったりとかこのストーリーテリングですね 物語をを要約してまた話を伝える、うん、そのポイントを30秒で伝えるというかいう、えー、説問がすごく答えやすくなると思います、はい、じゃあどうやったらそのリテンションその記憶力短期記憶力が高められるのかっていうと思うんですがこのコツが、ね、あるんですよそのコツは何かというと、えー、イメージすることなんですイメージすることですはい これはですね、あのいろんなそのあの記憶術とかって皆さんあの聞いたことあるかもしれないんですがこの記憶術でもよく言われてるそのメソッドなんですが要は頭でその聞いた言葉を言葉その言語としてだけではなくて絵としてイメージをすするんですよ、はい。例えばピーターとジョンがいたとしますねピーターとジョンが家にいるんですね でそのピール e とジョンが家にいて一緒に釣りをしに行きます。うん、They're going to fish.They're going for fishing. あのフィッシングに行くんですね、うんで。家からこのフィッシングに行く。They had the barbecue there.They had the barbecue there. あのバーベキューをそのフィッシングのところでした。っていうの内容が出たとしますね。そしたら登場人物、あ、ピ e t とジョンっという人が出てくるんだな。まあ、顔は、まあ、例えばこんな感じでこういう人だな。で えー、家にいるなその家を思い描くんですねでピーターとジョンがこの家にいてでその二人は家にいるんだけれどもこれからフィッシングに行くんですね場所を変えてで外に行ったそのフィッシングしているところで、えー、バーベキューを彼らはするんですよねでバーベキューお肉を焼きながらも食べているイメージをするんですでそうするとこのただ単にこの家にいるで外に出てフィッシングに行くで、えー、バーベキューをするでその情報言語としての情報よりも描くことで その絵にして頭の中でイメージをすることでより記憶に鮮明に、えー、残って覚えることができるんですよね、うん、で僕も実際この方法をあの試験中に実践してですね、あのー、要約することができてですね、えーまあ、回答することができました、はい、なので、えー、この記憶力を高めるためにイメージをする、はい、これをどうぞ覚えてください、はいえー、まとめですが、えー、3つ ですね、この Versant で、えー、スコアを高める3つのテクニックまず1つ目は、えー、自分が一番カンフォラボーだと思う感じる、えー、環境で受験をする2つ目は瞬発力を鍛えるそのために 5W1H に、えー、注意をしながら聞く、はい、で3つ目に、えー、短期記憶力 Retention を高める、えー、そのために、えー、物語を聞きながらあるいは文章を聞きながらイメージをする はい、この3つが、えー、Versant で高スコアを取るためのテクニックになりますはいいかがでしたでしょうかあのこの方法がですねぜひ参考になって、えー、あなたが次回この Versant をまた受験する際に、えー、使っていただければと思いますはい、えー、僕のこのチャンネルでは 英語力をアップしたい方、そして英語のスキルだけでなくてその自己改善や自己成長して海外で活躍するためのスキルを身につけたい方、そういう方のために動画を発信しています。このこれらの動画を見ることによってあなたは英語力が高まり、さらに海外で活躍するためのスキルも身につくようになります。なのでもしよかったらどうぞこのチャンネルを共イングリッシュを登録してみてください。今日はご視聴いただきありがとうございました。 それでは、また。Thank you for watching, guys. See you.